はい、シンサーマニア TV をご覧の皆さん、こんにちは、シンです。今日の紹介したいものはと言いますか、まあ、紹介というか、まあ、私が保管をしたい動画ということになるんですけれども、いつもはですね、私この iPad mini、まあ、レティーナディスプレイモデルなんですけど、これで編集とかをしているんですが、最近ツイキャスなどもやっていて、ツイキャスで、まあ、配信したものを、アーカイブに残してあるんですけども、それを YouTube にもアップしたいなという場合、どうやるのかっていう感じのものを、私やり方そっち忘れるんで、この動画に残しておきたいなと思って、今回はアップしたいと思います。シンサーマニア TV よろしくです。シンサーシンサもちろん、あのツイキャスで上がったものが必要になりますので、ちょっと見ていくと、まあ、あの私の何か、例えばアーカイブ、このライブ履歴みたいなものに入っているものを、あの YouTube にアップしたいなっていう場合なんですが、例えば余計なアジサイ園で、あの私ツイキャス配信したんですけれども、これを何て言うんですか、あの YouTube にアップしたいなと思った場合なんですが、まあ、この iPad mini でのやり方なんですが、このムービーをダウンロード、右クリックと書かれているこの部分を長押しをすると、こういう感じで開く、リーディングリストに追加、コピーと出るので、このアドレスをコピーをしたいので、まあコピーを押します。でコピーをして、まあこれ一旦閉じますね。でコピーをした後に使うアプリが、このダウンローズライトという無料アプリなんですが、これを使います。でこれをあらかじめダウンロードしておく必要がありますね。でこのダウンローズライトを開きます。開いた後に下に、ブラウザダウンロードファイル設定と出てくると思うんですけども、これでこのダウンロードボタンを押します。ダウンロードボタンを押して、で、まあ、ここにダウンロードしたものが通常出てくるんですけれども、もうこれはダウンロードしたものがあるんですが、この左上のプラスボタンを押して、新しくダウンロードするのがあるんですけれども、で、先ほどコピーしたアドレスをここにペーストします。ペーストで完了とすると、こういう感じでファイルの名前を付けられるので、分かりやすいように、例えば余平なアジサイ園でしたので、余平な、そしてムービーの MPEG4 ができますので、これで完了とすると、こういう感じでダウンロードが開始されます。でこれ一旦止めますね。これが終わると、もう下にすでにされているので、よいしょ、一旦これ止めときます。こういう感じで、ムービーとして出てきます。でこれが全部ダウンロードが終わると、 あとちなみに30分ぐらいの配信の場合だと、結構時間かかるので、 Wi-Fi の環境が整っているところの方が安全ですね。でできますと、こういう感じで、今回の場合だと168メガのまあ、MPEG4 ができるんですけれども、まあ、できました。でこれをどうすればいいかというと、これをまず一旦開きます。でそうするとファイルマネージャーで表示、再ダウンロード、アドレスをコピーという感じで出てくるんですけれども、ファイルマネージャーで表示をしてあげます。そうするとファイルがこういう風に出てくるんですけれども、この中で今さっきのこのムービー余計なアジサイ園っていうのがあるんですけども、これを開きます。そうするとテレビアウトで開く、次の方法で開く、写真に追加、メールで送信ってあるんですけれども、私はこの次の方法で開くで開きます。そうしまして、いつも使っている、編集アプリですね、 iMovie で開く、これを選びます。そうすると iMovie で開かれることになります。ちょっと時間かかりますかね。でこれで新規ムービーを作成で iMovie を立ち上げていくんですけれども、そうすると30分分ドカーンと
ここに乗っかっちゃいます。であとは普通に編集したければ編集をして、でまあ編集せずにそのままであればこれにタイトルをつけて通常通り iMovie でアップするみたいに編集をしていくっていうやり方でできます。ここにタイトルをつけてアップという感じにすればいいですね。はい、こういう感じで簡単にこの iPad mini でもできます。なのでおそらく iPhone とかでも同じ方法でアップができると思いますので、パソコンがなくてもツイキャスで配信したものを YouTube に簡単にアップロードできるっていう感じでございました。はい、まあ簡単にというかグダグダと喋ってしまったんですけれども、以上のようにこういったiPad だけでも、ツイキャスで配信したアーカイブをこのようにできるっていう感じになります。今は自分が配信したものだけを、伝えたんですけれども、おそらく他の方のツイキャスの分もきちんとなんていうのファイルのアドレスが分かっていれば同じやり方でできると思うので、著作権の問題もあると思うんですけれども、やることは可能であると思います。以上、ツイキャス配信でアーカイブを残したものを iPad mini で編集をして YouTube にアップできる方法というものを、今回ご紹介しました。それではバイバイ。チャンネル登録は下の登録ボタンから簡単に行えます。ぜひチャンネル登録お願いします。イノさん、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。皆さん、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャンネル登録お願いします。